平野の仕を軸に考える日本テレビと読売テレビでの元ジャニーズタレント増加の影響。日本のエンターテインメント業界は常に変化しており、最新の動向はファンや業界関係者にとって注目すべきものです。 最近、日本テレビと読売テレビで元ジャニーズタレントの起用が増加しているという報道があり、これが事務所への忖度の影響が減少した結果なのか、それとも単なる偶然なのかを探るべく、詳細に迫ります。日本テレビと読売テレビでの元ジャニーズタレントの増加。 滝沢秀明氏が設立した新会社、株式会社トベに二席した元ジャニーズ JR の大統立記が、10月6日スタートの日本テレビ系ドラマ、秘密を持った少年たちに出演することが明らかになりました。 これに先立ち、7月以降には元 V6 の三宅県、元キング・アンドプスの平野市洋人宮寺ゆうたらもッとベートベ合流しましたが彼らはまだ地上並みのテレビには出演していないとのことですす。一方で、日本テレビ系列では、元ジャニーズのタレント企業が増えてきたと言われています。この傾向は、 俳優ソロアーティストとして活動中の山下智久、元スマップへの香取慎吾、草薙津やを例にとっても明らかです。山下智久のテレビ出演。山下智久は9月12日に放送されたバラエティ番組、ヒューマングルメンタリーをもう毎見せにゲスト出演し、さらに17日には特番、フル神の雫。 配信記念海外ドラマ初主演密着2年俳優山下智久の挑戦がオンエアされ25日には世界丸見えテレビ特捜部にも登場することが予定されています。これは山下智久が元ジャニーズ事務所を離れてからもテレビで注目され続けていることを示しています。香取慎吾と草薙号の活動 カトリシンコと草薙号は、ジャニーズ事務所を退所した後、一時期はテレビ露出が減少していました。しかし、最近では関西ローカルの読売テレビでの活動が増えており、特番やレギュラー番組に出演しています。カトリは、特に、日本のレジェンド発掘 SP、最初の人は、すごかった、デマックを務め、 草なぎは草やすとモノうさぎとかめというレギュラー番組で活躍しています。ジャニーズ事務所の現状。こうした元ジャニーズタレントの増加が注目される中で、ジャニーズ事務所自体も変革の時期にあります。ジャニーズ事務所は創業者の小ジャニー北川氏の性加害問題の影響を受け、厳しい逆風にさらされました。 しかし、事務所側は、性加害の事実を認め、被害者に謝罪する記者会見を行い、新社長に就任した少年隊の東山則りは、元ジャニーズタレントの活動を妨害しないことを公言しました。このため、テレビ局側もジャニーズ事務所に遠慮せず、元ジャニーズタレントを積極的に起用することが可能になりました。日本テレビと読売テレビは、 特にジャニーズとの関係が深く、例えば大型チャリティ特番、24時間テレビ46では何わ男子をメインパーソナリティに起用するなど、その癒着ぶりが顕著でした。結論。日本テレビと読売テレビでの元ジャニーズタレントの増加は、ジャニーズ事務所の現状と密接に関連しているようです。 ジャニーズ事務所が性加害問題に直面し、変革を余儀なくされたことで、テレビ局側も元ジャニーズタレントを積極的に起用する動きが強まりました。これにより、ファンは新たな活躍の場を楽しむことができ、エンターテインメント業界全体に新たな風が吹いていると言えるでしょう。 今後、ますます多くの元ジャニーズタレントがテレビで活躍する可能性が高まり、その姿を楽しみに待ちたいと思います。